Hey guys, I am Kumu Kumu Rai. イットラの復活第6回目。前回ここで、苦汁を飲まされたんで、ここ難しいんですよ、めちゃくちゃ。ただでさえ難しいんですけど、さらにボスまで行ったのかな、ボスまで行ったけど、そのダメだったんですよ、倒せなかった。なぜなら弾がね、なんていうのかな、弾が当たんないっていうか、武器とボスの相性が悪かったんですよ、めちゃくちゃ。こっちの武器の選んだ武器とボスのその行動範囲と守備力とが総合して考えて非常に相性が悪かったんですね。なので今回武器を変えてきました。入り口の鉄柱は一回壊しちゃえば、次からまた面に入り直した時にもう出てこないんで、で3ウェイっていうのを使って鉄柱壊して、それでボスまで行ったんですけど対処できなかったんで武器を変えてきました。最初の頃に使ってたロケット砲だっけ、結構威力の高いやつ、一発しか連射できないけど威力の高い武器に変えましたんで、でそのせいでこいつ倒せねえよ全然、さっきから逆にあざとなってる。それがで、なんとかボスまでたどり着ければいいんで、もうザコは無視して、あれ、あっ、ぶんでよ、いった、よし、いった、こいつは3ウェイで倒せなかったんですよ、このロボコップみたいな。なんで、ロケット砲に変えました。やられたんで、それ、はめられたんで、絶対倒せないんで、3ウェイだと、攻撃当たんないから。よし、楽勝、はい楽勝。完全にやられたんですよ、裏をかかれたっていうか、そのカプコンにさ。お、ミスタージョー助けに来ました。ああすまない、大変なことが起ころうとしている。例のナチスの極秘文書にあったアルバトロス計画とは、巨大レーザー砲搭載兵器を製造することだったんだ。ナチスが成し得なかったこの計画を実現しようとしている。そのためには男の協力が必要なのだ。 A ヒットラーだ、知ってのとおり奴はこの世にはいない。そこでワイズマンをは彼を蘇生させようとしている。タイ、このことが大きくなる前に止めなければならない。私はエリア12へ向かう、君も一緒に戦ってくれ。私の専用マシンガンをシュワルツネッガーという男に預けている。君が使うといいだろう。マシンガンを預けてる。なるほど。あれ、シュワルツネッガーって前も見なかったっけ、それ。ああ、敵と遭遇した。シュワルツネッガー。前も出てきたよね、どっかで。中立エリア。
ちょうど100人目の男だ。100人、うえ、やべえこいつ。でも撃てないんだここで。汚ねえぞこの野郎。あ、消えた。時間制限あるんだ。あの男はな、100人組みてやってんだ、極真みたいに。極真空手みたいにさ、俺を撃ってみな。どうだ、撃てまい。へへへ、何なんだろうここ。銃使えねえからさ、何なんだよこれ。え、何しに来たのここ。意味なかったの。エリア19、また敵と遭遇してるからねこれ。今の力で危険です。だってあれどこ行くんだっけ。なんか言ってなかったっけ、地下道がうんぬんかんぬんとか。またかよ、また遭遇しちゃったよ。なんか今、おう、嘘、死ぬのこれ。はあ、これ壁じゃないんだ、これ崖なんだ、落ちてるんだ向こう。壁かと思った、土の。ドット絵では表現できなかった、あ、高低差を。目の錯覚でさ、魂絵みたいに壁かと思ったんだよ。あ、ここにあるんだっけ、地下道って。これ、うーわ、激しいぞなんか。あ、これ敵なんだ、青いのよ。お、ヘルメットが落ちてた。え、これを取りに来たのか。なんか弾を防ぐヘルメットがあるって誰かが昔言ってたよね。それを取ったってことか。ああ、なんかここに来てさ、急にトラックとの遭遇率が高くなってんだけど。エリア15、ここか、もう一個あるっつってた。何にもねえじゃんこれ。どうすんだっけな。なんか言ってないとこがあんのか。アイテム欄に結構空きがあるな。まだ取ってないんだ。
ここか、シュワルツネッガー。これ前も撮ったよね。また撮らなきゃいけないんだ。マシンガン、んで、どうすんだろう。マシンガン取ったけど、あれ？でマシンガンって装備できないのかな。何なの、何に使うの。なかったよね。スーパージョーのマシンガンを使えばいいって言われて取ったけど、しかもいけねえじゃん。エリア10に行けない。あの最後の三角地帯に10、11、12なのかな、あれ。だからまだ取ってない、なんかあるんだよ。通信機が取ってないよね、まず。最後の。どっかでね、行き忘れてんだよ。通信機、これ確か通信機がないと、今の力では危険ですになるんですよ。だから通信機を、ああ、あただよ。取り忘れてるんだよね、この重要アイテムもさ。でも大体面クリアしてるもんな。どっか行ってないとこがあるんだよ。隠し要素っていうか、なんかなんかあったっけな。まただよ、まただよ、これこの落っこちるところだ。端っこに行ったら落っこっちゃう。あの盾持ってるやつさ、すごい弾の跳ね返り方するんだけど、萌えプロみたいなさ、萌えプロの打球みたいな感じで。どっかでさ壊せるとこあったよね、中立でさ。なんか鉄柱が邪魔していけないとこあったよね、バリケードみたいな。あ、これか。あ、壊れねえじゃん。これスリーウェイかな。ロケット砲じゃないのか。これで行けばいいのかな。いや、弾撃ったらさ、なんか、おお、いけた。あったあったあった。最後の通信機。クモがいる。ありましたありました。よし、これでいけんのかな。これで多分先に進めるようになるんだ。エリア10に。絶対行けるはずなんで。
絶対戦わなきゃいけないんだ。ああ、いけるようになってる。よし、今日はここまでだ。ご視聴ありがとうございます。